亭プロレスルネサンス天竜源一郎が熱き後楽園ホールに入場してまいります。89エキサイトシリーズ開幕戦、東京水道橋後楽園ホールメインイベント、馬場さん竹内さんの解説でお送りしております。さあ天竜源一郎、パートナーは川田俊明、鶴田康人、世界最強タッグ、世界タッグ王座に挑戦でございます。風雲のぼり流天竜源一郎、上りの下を今天竜やってまいりました。プロレスルネッサンスとそのジャケットには縫い取られております。平成元年のチャンピオンを目指す天竜、そして川田、鶴田康の世界タッグ王座を狙います。そしてあの零下14度のカンサス、あのカンサスからの中継ハンセン・ロビーを破って日本にベルトを持って帰りました。その世界タッグ王座のベルトを今締めまして、八つ、そしてその後鶴田が入ってまいりました。オリンピックス五輪コンビ鶴田八つであります。ベルトの変換が行われます。なおこの両チームの勝者に馬場木村組が挑戦という、今シリーズの流れであります。天竜組が勝つのか、あるいは鶴田組が勝つのか。中田龍林アナウンサーによりまして紹介です。さあ得意のキックキックキックで勝つを拾った浜田俊明、ロードウォーリアーズとともに世界6人タッグ王座チャンピオンにもなりました。天竜世界タッグチャンピオンです。八津義明受けて立ちます。1ヶ月半ぶりに敵地カンサスでベルトを奪い返しました第5代のチャンピオン、ジャンボ鶴田。さあ竹内さん、いきなりの本当にいきなりの防衛戦ということになりますね。まあこれまでですね、天竜鶴田いろんな戦い模様をやってきたんですけどね、何かまた今日から新しい戦いが始まるという感じしますね。さあその新しい戦いだ、初防衛戦はこの相手天竜そして鎌田であります。どういう試合になりますか。4人の対決は現在日本における頂上タッグ対決と言ってもいいでしょう。スピードがあります、重量感があります。八つ星明が出てまいりました。川田が出てまいりました。竹内さん、あっと川田がまず攻撃だ、先制の攻撃、しかしこれを福岡大会ではカットしている。やつあっとパンチを打っていった、キックを打たせっぱなしにはしていません。そしてエルボー2位をボディに打っていく。さあロープにもたれかかった、向こう側のロープに押し合った、バックを取ったジャーマンか、バックを取ったジャーマンか、ジャーマン打てるか打てるか、安の時はジャーマン打てない、おっとキック、これはバックステップ、安かました、後ろから天竜が壁を引っ張った、チョップ。いや竹内さん、今日も目まぐるしい攻防になりそうですね。これチャレンジャーチームですね、はい、天竜川田の気合が入ってますね。安と天竜鶴田が加わった、それに川田も加わった、ものすごい張り手合戦が見られました。ダマさん、この試合は本当にこの両チームの顔合わせ、見るごとに面白くなっていきますね。そうですね、でね、やっぱりだんだん川田も力をつけてきました、自信もつけてきますからね、はい、1勝1敗の両チーム、しかし初めてタイトルをかけて戦うわけであります。両チーム負けられませんね、竹内さん。絶対に負けられないですね、特にやっぱり五輪コンビはですね、はい、アメリカまで行ってこのタッグタイトルを持ってきたわけですからね。そうなんです、やっぱりここで落とすわけにはいかないですよね。はい、そしてこの勝者に馬場木村チームが挑戦。馬場さん、いやこの戦況を見ております、馬場さんがじっとこの戦況を見守っております。さあ鶴田離れました、右に回りました川田俊明。さあどういう試合になりますか。さあグランドへの展開、アームブリーカー、この竹内さん、福岡でもジャンボ鶴田選手はこのグラウンドでの動きで川田を制したんですよね。そうですね、まあ、それだけですね、まあ、のっけからこのグラウンドでじっくり来られるとですね、川田選手のスピードがちょっと止まってしまいますよね。そうですね、どういう展開になりますか。川田コールが起きています。川田さんのお話、おっと天竜チョップのようだ、鶴田チョップだ、ものすごい音がする、そして腕を離さない、そのまま川田を捉えてフライングボディアタック、一つ返した、
川だ。アウト2で返しました鶴田。さあ出ましたね鶴田の天竜。さあ出た、さあ出た、さあ出た、顔面エルボー、顔面エルボー、打った打った、打ちまくった、走った、打った、に川田の左頬を離したジャンピングに。川田さん今の先制ヒット、ジャンピングにどうでした。当たってます、おでこに当たりましたですね。おでこでした、そうですか。さあやっとならばと、今度は合体プレーだ。ジャンボ鶴田やっと行きました、パイルドライバー、ローテンを打ちに行きます。今度はヤツ、ヤツがこの頃こういう攻撃を多用します。さあさっきのお返したエルボーを打っていく、2位を当てた、すごい天竜チョップ、キャンサスにも響いた天竜チョップ、ヤツの返す、しかしこれは天竜に向かっている。さあエルボー、あーっとラリアット、左のラリアットですね、左のラリアットであります。張り手に思わず左の方、あートラースキック、ヤツ珍しい、野田またにずしっと決まった。そしてバックドラップ、ヤツの動き、ババさん、アメリカでのこのカンサス大会、ヤツの動きはどうご覧になってましたか。あのね、悪くないんです、ただハンセンとゴデイですからね、やっぱり両者とも体重がありますでしょ、はい、ですからこういう動きはないんですよね。あ、やっぱりね、その、はい、コンディションをね、研究します、研究しますって、リングの状態とかね、はい、マットの状態とか、そういったものをみんな考えてやりますからね。しかしそのやつが今日はいい動きを見せている。ジャンボズタにいい形でつないだ。今の攻防、竹内さん、川田が十字固めになったんですかね。マイティング選手権使うようなですね、そのエビ固めのところで肩に飛びついたんですけどもね、ジャンボがっちり受け止めて、その一気にバックリップに持ってきましたね。そうですね、ジャンボズタが返していきました。この辺川田の成長を確かに認めますが、ジャンボ鶴田もこれもプライド、まさにオリンピックコンビのプライドのようであります。鶴田コールも聞こえます、そして川田コールも半分聞こえます。フェイスロック、非常に丸太のように太いんで、川田の顔が半分隠れてしまいます。ジャンボ鶴田のフェイスロックがあります。前々回の札幌大会最強タッグ決定リーグ戦、この時にはこの両チーム初対決でありましたが、この川田が頑張ってリングアウト勝ちを拾った。さあラリアット、あの時のようにラリアットを打っていった川田、ローリングタッチ。さあ今度は天竜がいい形で出てきた、そのままジャンプを起こして、そしてコーナーマットに打ちつける、そして2人がかりの攻撃か、川田を呼び込みそうだ。川田ラリアット、これを右脇天竜につないでいけばチャンスは生まれてきますね。出てきますね、いくらでもチャンスは出てくるような気がしますね。はい、さあまたあのチョップが鶴田に見舞った。そしてブレンバスター、うわーっと鶴田を投げた、天竜気合いもろとも鶴田を投げました。そして前回の福岡大会の時には鶴田のバックドロップが川田を最後はねじ伏せました。今日はどういう試合になりますか。5分が経過しました。さあ今日はタッチプレー、クイックプレーを見せております。天竜そして川田組、さあ川田がスピンキック、ジャンボ鶴田、前回の福岡ではこのスピンキックを捉えたんですが、川田の成長ですか、捉えることができません。そのままグランドへの展開、ボディシャースト、そしてフェイスロックの複合技であります。馬場さん、川田の成長随所に見られますが、特にどの辺の成長を買ってらっしゃいますか。いや、 やっぱり自信がついてきたということですよ、まずね。あー、なるほど、まあ、これね、ボディシャースには入ってないでしょ、足は絡まってはいないでしょ、はい、そしてやっぱりね、この差ですよね、大きさ、やっぱり川田と鶴田の大きさでですね、川田の足はやっぱり挟むことはできないですね、胴をね。先ほどのあの十字固め持っていこうとして鶴田がそれを返したあの展開もそのあたりでしょうか。そうですね。さあこの巨体の鶴田にのしかかられますと、竹内さん、川田にとりましてはスタミナもちょっと気になるところですね。ですね、今もですね、フェイスロックに入ったんですけどね、これで完全に足首くぐられてますよね、逆に、そうですね。さあどういう試合になりますか。鶴田にとりまして、まあ、この天竜組にまず勝って、そして馬場組に勝つ、これがこのチャンピオンチームの使命でありますが、竹内さん、この両チーム本当に馬場組なんてのは鶴田組にとっては本当に嫌だと思うんですが、この嫌な両チームを破ってこそチャンピオンの証明になりますからね。そういうことですね。ですからやっぱりこのシリーズの前半戦ですね、本当に五輪コンビがこの2試合をクリアできればですね、これやっぱりチャンピオンチームとして非常にやっぱり確固たる自信を持つことができるわけですね。ジャイアントの馬場さん、兄弟コンビとしては、あっと待ってください、あっとダブルの攻撃にはいけません、ダブルのチャップを合わせました。兄弟タッグ、馬場木村としてはタイトル初挑戦ですね。そうですね、何かもう作戦は木村選手と打ち合わせを行ってるんですか。まあ、作戦はね、
最強タッグでね、熊本で30分引き上げたんですよね。この経験をね、よく研究してね、はい、やろうと思います。なるほど、竹内さん、この馬場選手のインスタ、あっと川田のバックドロップ来そうだ。このインスタでは使われるのが一番いやらしいでしょうね。これはどっちのチームにとっても一番嫌でしょうね、はい、さあどっちが勝つのか。馬場選手が挑戦するのはどちらのチャンピオンチームになるのか。馬場木村組、この試合の勝者に挑戦でございます。さあドロップ結果、ジャンボの安のドロップキックであります。天竜を捉えました。そのままエビに固めます。安吉明、あの修行時代のトラヤツのワイルドが感じが戻ってきたという、そういうファンもいます。安吉明レフリーに注文をつけている。今の注文はレフさん、あっとこの隙を取って膝十字であります。今のレフさん、レフリーの注文は何ですかね。これはカバーのパスに入ったことに対してカウントするしないの問題じゃないですかね。なるほど、試合の権利の問題で肩が上がってからカウントは取らないという部分ですね、はい、あ、一度カウント肩が上がったということなんですね。なるほど、わかりました。さあ膝十字です。このカンサスマットでも、天竜式のファイト、日本流ファイト、革命ファイトを見せました。その時も見せました膝十字があります。天竜、あのビルアーミンに打っていきました。思い出します、左の膝を攻撃しております天竜源一郎であります。竹内さん、キャンサスの、それからその後クリーブランドでの、まあ、今日番組の冒頭にご覧いただきましたが、あーテールボーで顔面を狙っている天竜。このキャンサスクリーブランド、特にクリーブランドの世界で文化気持ち、大きなインパクト残しましたよね。天竜、細かくアメリカのファンにですね、ジャパニーズウォリアーというニックネームをもらったわけですからね。そうでした、そうでした。これはやっぱ大変な実績ですよね。今見せたサッカーボールキックも大いにファンの時も向きました。さあ川田のキック、川田のキック、左のキック、この独特のシューズを着てつけて、そして先頭打っていきました川田。そのままカバーの体勢、カウント2であります。天竜選手は優勝です。おっと膝十字か、膝十字アキレス腱でしょうか、入っております川田。もっとキックをキックをと、このようにアドバイスされたそうであります。この川田俊明、確かに馬場さん、この川田のキック、かなりこの足を捕まえられたり研究されているような形跡もあるんですが、どん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 やっぱりこう打って研究していった方がいいもんなんでしょうか。そうですね。ああ、そうですか。僕のまだキックは未完成、今勉強中ですという川田俊明であります。今コンビネーションをこれからどんどんローキック、ミドルキック、左右のキック、ハイキック研究中ということですが、鶴田のキック、鶴田もこの頃、竹内さん、本当にあの福岡あたりから顔面を狙うエルボー、あるいは顔面を狙うストンピング、本当に攻撃がスピアシビアになってきましたよね。ちょうど一発一発が鋭いといいますかね、怖い攻撃ですね。ピンレリーであります。今度のジャンプリリーは馬場さんどうですか。いや、ちゃんと入ってますよ、ね、うん、正確であります。ジャンプするとのジャンピングに、かつてこの川田の左の方をガーッと、離してしまいました。ジャンボツルタのジャンピングニーであります。さあ今度は首ネックを捕まえて、ジャンボツルタ川田をリング上に持ってまいりました、このアメリカ大会以後、ハワイで十分に走り込みを行いましたジャンボツルタ。真っ黒に日に焼けて、そしていかにも動きがいい、元気いっぱいのジャンボツルタであります。この表情、ジャンボツルタ。さあ正面から八代明が飛んでいきます。川田ダブルの攻撃を受けてしまいました。ちょっと動きが止まった。竹内さん、あの福岡大会、この川田選手がロンリーバトルになってしまった、ああいう展開になりますとベルト高い、ちょっと難しいかもしれませんね。まあおそらく天理選手はですね、はい、ある部分では見殺しにしておく部分もあると思うんですよね、ああしかし川田へこたれません。そのまま回転エリア亀、カウント2まで追い込んでいます。あの福岡孤軍奮闘しました川田俊明、顔面を負傷しながら頑張りました。馬場さん、あの時には負けた後控え室で悔しいというのを連発していました。リング上でも言葉は来てないんですが、クソクソとこういう声を連発するんだそうであります川田。これはいいことなんでしょうね。そうですね、まあそこで反省するかですね、よく考えるか、はい、どうかの問題ですよね、やっぱりその悔しさというものでね、はい、本人はよく勉強してっていうか練習してますからね。なるほど、悲鳴が上がります。今日も本当に苦しい悲鳴があります。さあしかし今日は選手権試合、天竜がカットに入る。サッカーボールキック、安井義明に狙っていきました。側頭部のあたり狙っております。天竜源一郎、ちょっと今日は福岡の流れとは違いますね。違いますね、今日は入ってきてますね、はい、
今もちょうど耳のあたりにストンピングだったね、はい、川田がこの後反撃をしていい形で天竜につなげば勝機も見えてまいりますが、川田頑張れるか、安田天竜は牽制している。さあ天竜がさあこの挑発に乗るか。現在マラダシの川田が捕まっております。八津吉明天竜を牽制するように川田を抱き起こしました。そしてパワースラム、ワンダースープレックスであります。そして監獄だ、監獄固め、リングの中央、天竜までの距離は遠い。八津吉明天竜を挑発、来れるもんなら来てみろ、川田に張り手。さあ天竜が忍び寄った、どうするのか。さあ両者の距離が縮まってきた。和田恭平レフリーがここに入ります。ジャンボ鶴田が忍び寄る、しかし天竜突っ込んだ、しかし鶴田の法則が待っている。鶴田ストッピング、鶴田ストッピング、天竜を打ち出す、天竜を場外。さあ分断した、分断した、こうやって分断してハンセンゴリーからベルトを奪ったんです。武内さん、そうでしたね。そうですね、それだけですね、はい、これは五輪コンビネーションとかペースですね。そうですね、完全に分断されています。バックドロップ、ニュークラッシャーと見せかけてのバックドロップ、もう一回貫禄だ、貫禄、文字通り地獄であります。馬場さん、貫禄の中に入り方、決まり場合どうでしょうか。まあ動けませんからね、こうやって入るとね、川動けませんね。さあしかし頑張れ頑張れ、川田の背中に両耳に川田クオール聞こえているか、心配そうな天竜であります。今日は再三カットに入りますが、これは実に厳しい状態です。川田しかし自力でロープに逃れました。竹内さん、首を振ってらっしゃいますが、いい根性してますね。川田必死の思いで逃れました。しかし竹内さん、こう見てますと五輪コンビも川田に壁になってやるんだ、胸を貸しているんだ、そんな感じが受け取れますね。まあ、川田にとってはですね、非常に巨大で厚い壁ですよね。そうですよね。もちろん鶴田康にとりましても、この前回の試合は連敗は許されませんでした。そして今回はこのタイトルマッチであります、負けは許されません、勝つことに徹していきます。鶴田八津、さあ川田を追い込んでいきます。もう勝つためなら竹内さん、この川田狙いですからね。これは防衛戦だったのか、当然の作戦ですね。そうですね。さあその川田を捉えています。馬場さん、嵐のようにちょっと体力差がありますが、さあキックで勝つのを開いた。さあ一つ返して天竜につなぐ、延髄、福岡では7連発に待った延髄が今日はまず一つ当たった。今度はジャーマン、天竜入魂のジャーマン、形は悪いが竹内さん、魂のジャーマンだ。非常に気迫がこもってますね。しかしこの気迫、ジャンボズルタ返す気迫、見事なり、ジャンボラリアットそのまま肩破り固めた。カウント2で返した。竹内さん、アメリカの試合でもそうでした、天竜に負けてたまるかが奪還の裏にはあったわけですよね。それがですね、このジャンボの怖さを支えているわけですよ ね。さあ怖いジャンボ鶴田、川田の首根っこを捕まえて、川田ロープにジャンボを触れません、そのままエルボーで川田の体勢を苦しみかった。おしかし川田頑張る。さあ構成を取れるか、ジャンピングに3発目、馬場さんお話のように、竹内さん、今回のジャンピングにも決まってますね。入ってますね、見事なジャンピングに今夜3回目。さあ今夜は竹内さん、おーが出ませんね。出ませんね。静かに攻めてますね。まあどうでしょうか。まあそれはあっと、またジャンピングに、おっとこれはコースが悪かった。天竜が目の前だ。さあ天竜、先ほどの川田のお返しだ、場外戦を挑む。あしかしバックドロップ、腰に手が回ってるぞ。この体勢は危ない。しかしガッチリとヘッドラック、パンチを打っていく。さあ場外戦はどうなるのか。おっと川田と安も場外だ。どうなりますか。さあフェンス攻撃を仕掛けたのはまず川田さん。さあ4射に見られて場外戦だ。3回目の対決はどういう結末が待っているのか。安だ、そして川田だ、ショップだ。川田がリングに上がろうとする、こういう状況をよく見ていたのが札幌の川田だったんですよね。そうなんですよね。この戦況をよく見ているのは、さあおっとまず上がったのはジャンプです。さあカウントはどうなっているのか。和田翔平、川田が上がりました。さあ試合再開か。川田のキックが飛んでいく。試合の権利がありますのは竹内さん、ジャンボと川田ですね。ですね、この2人ですね。さあ試合が元に戻りました。さあ川田が場外線からペースを奪い返した。さあ
今度は返すこれジャンボはですね、さっき場外でティング選手のエルボーで期待を切ってますね。なるほどね。ああジャンボの期待が切れています。先ほどの場外戦、さあそこへキックを打っていく川田の根性、川田の根性。ババさん、今日の川田の戦いぶりどうでしょうか。まあいいですね、やっぱり相手のね、やっぱり弱点、まあ今のジャンボはもう左下が切れましたからね、はい、やっぱそこはもう攻めるしかジャンボのウィークポイントはないと思うんですね。さあ、天竜もパンチを打っていった、右打ちに打っていった、そしてエルボー、天竜のエルボーであります。さあ、鶴谷襲いかかる天竜、ベルト奪取なりますかどうか。天竜、眉間のあたり、おでこのあたり、ストンピングを見舞いました天竜であります。天竜はあのロードウォーリアーズの6人タッグマッチを組んで、ウォーリアーズのコンビネーションを見ました。いいチームは声をかけ合っている。これを天竜、川田組も生かしていきたい、このように話している。天竜チョップが飛んでいく、ものすごい音だ。アメリカを震撼とさせた天竜チョップ、しかし同じくアメリカを驚かしたこの鶴田のエルボー、強烈です。何回戦っても見応えがあります。鶴竜、さあ今度は川田へのつなぎ、さあ川田、渾身の力を込めて逆スピン、福岡ではかわされた逆スピン、後楽園では当たった。さあ川田、新しい技を常に研究している川田でありますが、おーっとジャンボの得意技、バックドロップ打ちました ね先に打っていったバックドロップ、これはカウント2であります。新しい関節技を見せる川田、裏アキレス腱固めなども開発している川田、非常に研究熱心であります川田。さあその頑張りが通用しますかどうか。今度は安田のつなぎ、ジャンボ鶴田、ケントメリア、ジャンボ鶴田から安吉明につないでまいりました。2位を当てていきます。馬場さん、この2位というのは後で聞いてくるんでしょうね。いや、その場で聞きますよ。その場でね、もうやっぱり溝落ち入りますからね。ちょっと川田の動きが止まりましたね。安のこのジャンボも安も川田の溝落ちを蹴ってますでしょ。しかし川田、本当にふらつく足でちょっと打っていく、けなげです川田、本当に一生懸命です川田。赤いコーナーに捕まってしまいました、あの福岡の再現でありましょうか。さあこの後試合はどう展開するのか。あの時には川田の足に集中攻撃がありました。今日は竹内さん、馬場さんお話のようにボディを狙っていく、溝落ちを狙っていく、ちょっとスタミナが切れてきたか川田、ちょっとへたり込むケースが多くなってまいりました。その分天竜にも負担がかかろうかと思いますが、どうでしょうか。さあ鶴田が会場にアピールだ。あー竹内さん、敵陣のコーナーですよ、ここは。余裕ですね、やっぱり両者のですね、ちょっと疲れ方見てますとね、やっぱりまだまだ五輪コンビの方が余裕がありますよね、はい、出血をした時には、まあ、攻め込むチャンスだったんですが、少しのインターバルの間に復活してまいりました。ジャンボ鶴田、スタミナ旺盛なんでしょう、無尽蔵のスタミナ。川田のキック、そして天竜の円錐、今回2回目。さあパワーボムのチャンスだ、神戸が当たるか、打てるぞ、ジャンボ鶴田、しかし天竜そのままリバースで返した、丸め込んだ、20分が経過、カウント2。長期戦に竹内さん、あっという間にもう20分ですよ。ってきましたね、もう1回シャムール、今度は打てるパワーボム。さあカウント1、2、あー惜しい、あと1つでベルトが移動だった。パワーボム惜しかった。さあ八尾分断、八尾分断、天竜八尾まず分断。さあしかしこの間に川田は入ることができません、完全なスタミナロス、2対1の状況、これは苦しい状況だ。天竜、ジャンボ鶴田、八尾シャキ、共にスタミナ無尽蔵であります。2人の攻撃、ダブルチャップ合わせた、アメリカでも打っていったダブルの2、あれはハンセンボディがかわしたんですけれども、まあ、天竜2対1の状況、ちょっとかわせませんでしたね、竹内さん。今ちょっとやっぱりその先の相当ロスしてますからね。そうですね。さあ鶴田の攻めの厳しさ、安の攻めの厳しさ、しかしこの天竜の攻めは非常にシビアだ。何発このチャップを打っていったんでしょうか。走り込んでの、ああ狙っていた、口にシンク、安吉明、逆に打ちましたね、逆に打ったパワーも危ない、カウント2危ない、川田もう残るスタミナをもう振り絞ってカットに入った。さあ天竜のこのピンチに変わら頑張れるか、残るスタミナで頑張れるか、記録で頑張れるか、パンチ、いやキックだ、キックだ、左右、これはいいですね。おお竹内さん、コンビネーションが出てきたじゃないですか。リズムがありますよね。ありますね。コンビネーションを研究中だというキック、キックのコンビネーションが見られた。おお、しかしフラフラ、足元フラフラ、バランスを崩しております川田。ご覧の表情だ。さあ対角線飛ばされた、かわした
ジャーマンだー、くの字になった八千代シャキ、ゴーッと。お互いに竹内さん、得意技を相手の選手が打っていくんですね。今度は本家本元ジャーマンだ、どうだ、危ないカウント君。ババさん、この高度なタッグマッチどうですか。そうですね、やっぱりタッグマッチですが、後半はセーブされますからね、どっちか相手を場外出すか痛めつけてやらなきゃいけないですね。そうですね。さあ、今日本人の熱き構想が行われております。あ、何いきますかね。タッグ頂上対決、飛び込んでの回転エビカメ、天竜狙ったカウント君、カウント君惜しい。もう一回何を狙っているか見ましょう。ラリアットをかわして、これは相打ちですね、相打ちですね。さあ今度はフライングボディー、さあこれは野本ロープに打った、ジャンボツルタの得意技を打っていった、渾身の力でカウント2返した。ありますね、相手の技を打っていくこの勇気、対して1分上、まさに見事です。攻めも攻めたり、守りも守ったり、回転エビ固め、相手もう一回カウント入る、ダメだ。執念のホール、執念のカバー。さあ天竜歯を食いしばる、その顔面へエルボーだ。しかしさすがの鶴田もちょっと疲れたか。さあさあ、そのままそのまま丸め込んだ、返し技、何でもあります、大技があります、飛び道具があります、返し技があります、飛び道具延髄だ。なんという戦いでしょうか。今度は川田が飛び道具、本領発揮、サイドキック、今ツルターと叫んで打ちました。さあ今度は安田、安田の心の中で叫んでいるでしょう。攻撃、安田しかし、安田しかし、ヘッドバット、そしてキシンシンク、2位を打たれていく。馬場さんご指摘のように、この溝落ちを完全に狙っている。さあ、おお、足を持っての首固め、頭も頑張りますね。攻撃の幅が出てきました。馬場さんが今マイクを思わず握りましたが、どうぞ。いや、川田はね、やっぱりこうやってかわしてね、行かなきゃやっぱり小さいだけにね、かわしてかわして、そして自分の攻撃、なるほど。しかし河原敏明、ジャーマンを取ってしまいました。天竜危ない、つかみりは勝手に入った。さあ河原立ち上がった、あー顔面キック、ブロディーだ、鶴田ブロディーだ。竹内さん、あの大阪で見せた顔面キックですね、また出ましたね、出ましたね、馬場選手のようです。16番キックの本気本元、馬場さん、あの顎へ入りましたね、顔へ入りましたね、まあ無人仕様みたいになるんですよね。バックドロップ、今日は一発で決めるか、決めた。馬場さんを彷彿とさせるあのビッグフット、そしてバックドロップへのつなぎ、川田成功に突き果てました。馬場さん、まずこの試合から振り返っていただきましょう。いや、まあ川田、やっぱり負けましたけどね、やっぱりこのお客さん、やっぱり川田に随分声援してくれたでしょ。川田もやっぱり頑張りましたからね、多かったですね。初防衛に成功です、鶴田八津。さあこのエキサイトシリーズ、まずのっけから防衛戦、これを防衛した鶴田八津、初防衛、惜しくも初挑戦、天竜川田、ダッシュなりませんでしたけれども、このエキサイトシリーズ、レッキースインボートが NWA 世界チャンピオンになりまして、第71代のチャンピオン、来日が決定いたしました。武道館に向けて、まあ、このいろいろなカードが、まあ、この鶴田八津、あるいは天竜を含めまして